はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第195回でございます。今回テーマがですね、この5年間を振り返るっていうことで、あと4日後なんですけど、6月1日は自分が動画投稿を始めた記念日なんですね。で、次の6月1日で丸5年が経過します。イエイ自分で拍手するやつね。そう。なので、まあ、5年間ね。まあ、6月の、なんだ、1週目のダラダラ上でもよかったんですけど、1週目はね、6月のポイントみたいなのを喋りたいなと思ったので、ちょっと4日早いんですけど、振り返る動画をね、撮りたいと思って喋っていきます。よかったら、お付き合いください。ということで、改めて5年間ね、本当に、まあ、5年間ずっと見てくれてる方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、そうじゃない方も、そうの方も、本当にありがとうございます。見てくださってる皆さんがいたからね、こうやって続けてくることができました。もうあっという間でしたよ。もう27だったハイチ32だからね。そうだって、中学生だって、中3だった子が成人でしょ、多分今年。やばいね。その月日を考えるとやばい。自分のさ、27から32とかも別にどうでもいいんだけど、中3だった子が成人って考えると、いやー、やばいね。感慨深い。5年前のね、動画投稿始めた頃から、こう知ってくれてる子もやっぱいて、その子たちもな、たまにコメントくれたりとかするとさ、成人なんですなんて言ってくれるわけですよ。いやー、すごいね。はい。本当に改めてありがとうございます。で、まあ、何振り返るかっていうとこなんですけど、こう、まあ、継続は力なりじゃないんですが、やっぱり続けてくる、ね、ことってやっぱ大事で、そういうの、やっぱ何かを続けるってすごく大事なんだよっていうのを、自分もね、動画始めた頃、もう泣かず飛ばずの時期がずっと続いてて、で、この動画始めた頃っていうのは、今みたいに YouTuber ってことはもう浸透してなかったし、全くもって。まあ、自分は最初の1年間ね、動画広告をつけてなかったんで、収益をもらってなかったから、まあ、YouTuber って言えるかどうかも微妙な存在だったんだけど、ただ単に動画投稿する人間みたいな感じだったからね。でも、まあ、今よりも全然ね、まあ、ヒカキンさんとかすごい有名でしたけど、まだ YouTube ってものが今みたいに盛り上がってなくって、でもそれでも動画投稿、勉強家で動画投稿してると、YouTube で勉強なんてしねえよバカみたいなコメントもいっぱいもらってたりとか、あとは教育者と名乗る人間から、邪道だからみたいな、お前みたいなクズはやんなくていいんだよこんなことみたいなとかね、いっぱいあったわけですよ。でも絶対に必要になる時が来るって信じてたから、そう。で、それで続けてきて、で、やっぱり自分のかっこいい言葉を使うんだったら、生き様で何かを伝えれたらいいなと思ってるの。他の YouTuber さんみたいに若くないから、俺も。ね、やばい、20代、10代、20代が中心でしょ？もうすごい活躍されてる方っていうのは。で、やっぱ30、ね、30代とかになると、やっぱり少人数になってくる。で、だからこそ、だから10代、20代でもし自分が今やってたら、どんどんいけいけってやっていくと思うんだけど、やっぱり30代になってるといろんなことを考えていって、で、30代だからこそできること、30代だからこそ見せれる姿っていうのはやっぱりあると思うのね。で、自分が学生の時っていうのはすごい大人が嫌いで、大人になりたくなかったんだよね俺、学生が良かった、ずっとピーターパンって言われるやつかな、そうだったんだけど、で、それなんでかっていうと、キラキラしてる大人がね、あんま身近にいなかったたんだよね。だから結構やっぱり仕事のこととかいろんなことを愚痴ってる大人が周りにいっぱいいて、あ、こんなになるんだったら大人になりたくないよななんて思ってたわけ。まあ、ただ単に自分が夢があんまりなかったっていうのもあるんだけど、あと幼かったからね自分もさ。でも大人になるって楽しいよって、辛いこともあるけどでも楽しいんだよ、いいよっていうのをやっぱ伝えていきたいなってすごく思ってるの。ね、どっちかというとやっぱ20代とか10代だとさ、学生のみんなからしたらお兄さん的な存在になると思うんだけど、で30まで行くとさ、ちょっと離れるでしょ、お兄さんではないと思うから。だからまあみんなのお父さんお母さん世代まではちょっと行かないけど、俺の場合は。でもまあそっち、お父さんお母さんが近いと思うからね。そうだから、まあそれで姿見せたいなと思って、まあこうそんなこと思いながら5年間こう続けてきたのね。だってまあ他のね、まあ YouTuber さんに比べれば再生回数も全然多くないしね、登録者は今24万人ね、登録してもらってるけど、この24万っていうこの層、そこの中でもめっちゃ少ないと思うの、俺、再生数っていうのは。まあ、勉強っていうことももちろんあるとは思うんだけど、でもさ、今だと、だいたい1日、そうだね、まあ、波もあるけどさ、テスト前とか、テスト前とかだと伸びるし、もちろん。いろいろまあ、数にはね、こう、変化があるけど、
今だと行くときだとね、1日、まあ合計で、1本の動画じゃないから、それの場合は、1日合計でまあ18万とか、まあ20万弱ぐらい回数見てもらえたりするのね、今は。そう、で、そう、まあ多いときはね。でも、一番最初、今ね、ちょっとパソコン横にあって、データ開いてるんですけど、YouTube やってると、こう、今までやってきた、1日この日は何回再生されてますよとかって全部見れるのね。で、その2012年の6月1日に俺始めたんよ、最初の動画投稿。回数聞く？視聴回数、再生回数ね。その日アップして、再生回数2だからね。2回だよ。多分俺、そう、両方見てる、俺が。そう。で、1週間とか経つじゃん。で、1週間後に、ちょっとね、データがね、ポッと出ないんだけど、まあ、で、10回ぐらい。10回、20回。多分それも半分ぐらい俺見てるから。そう、自分が動画チェックしたいからね。っていう感じがずっと続くの。で、6月1日に始めて、1年後。2013年の6月ぐらいになるとやっと1日6000回ぐらい、それでも1日だからね。そう、もう全然もう鳴かず飛ばずですよね、1年間ね。うん、でもやっぱりその1年経った頃にはコメントがねちょっともらえるようになってて、分かりやすかったですとか、テスト伸びましたなんていうのもコメントちょこちょこもらえるようになってきたから、もう本当にそれだけが支えだった。そう、もちろん自分が将来何年かかるか分かんないけど、もっともっと YouTube で勉強するっていうのが当たり前にできるって思ったから、必要になる時があるって、その未来を信じてたけど、でもその自分が描く未来だけではモチベーションとしてはやっぱり弱くって、でそれを支えてくれたのがやっぱりコメントだったの、みんなの。うん、まあ心ないコメントとか、そのね、教育者となる大人のね、長文の嫌がらせメールとかもたくさんもあったけど、でも長文のさ、めちゃくちゃ長い嫌がらせのメールよりも一言、分かりやすかったですとか、ありがとうございますって、その一言だけでもう全部がもう全部ひっくり返るもん、頑張ろうっつって。だからそんなこと思ってやってきたんだよね。と、最初そんなんなんだよ、1年間やったって6000だったからね、再生回数が。だから、まあ、みんなもさ、もちろん今夢ある子とかない子とか、いろんな夢がなくて悩んでる子もいるだろうし、でもこう何かを見つけた時、絶対に足を引っ張ることを言ってくる人が出てくるの、それに対して。で、もちろん前にも話したように、例えば心配する言葉とかちょっと否定される言葉っていうのも耳を傾けなきゃいけない。傾けた方がいいの、絶対に。それは自分のためになるから、突っぱねるんじゃなくてね。もちろん死ねとかそういうのはね、もう突っぱねていいから、はい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 みたいな、いいんだけど、アドバイスね、否定的だけどアドバイスをしてくれてるんだったら聞く耳を立てて、それでも自分が信じた道を続けてほしい。もちろんね、人によっては、その、なんだろう、短い期間で爆発的にね、まあ、有名になるとか成功するって方もいらっしゃる。いらっしゃるけども。でもやっぱり基本的には何かを続けて、そう、継続して、実がなるというか、というものだと思ってるんで、まあ俺も5年ね、もう5年もかかってますけど、5年かかってもさ、まだ全然実がついてると思ってないけど、でもやっぱりこうやってたくさんの人に見てもらえる、またまだまだ全然 YouTube で勉強なんて浸透してないし、多分ね、みんなが勉強動画使ってくれてる子も周りに多分同じ学年にね、一人はいると思ってるんだよね、そう信じてるんだけど。そう、でもやっぱり、みたいな、誰それみたいな感じだと思うんだよ。 YouTube で勉強、いや、しないみたいな、なんとかさんの動画見るし私みたいなね、そう、ヒカルさんの動画見るよとかね、はじめ社長の見るよみたいな、あると思うからね、基本的にはそうなってしまうけど、でももっともっと浸透して、でいろんな人が勉強とかもっとアップしてってね、いろんな先生を選べる、先生というかいろんな投稿者を勉強でも選べるっていう、日本にはなっていくと思ってるんだよね。まだまだもっともっとなると思ってるから、それが YouTube じゃなくなるかもしんないけど、だからそうなるように、それがなんで学生のみんなにとっては絶対メリットになるから、いろんな先生が出てくることがね、だからその未来を信じてこれからも頑張っていきます。はい、伝えたいことは、一番伝えたい方は本当ありがとうという気持ちです。もうなんだろうな、そればっかだからさ、ばっか増えてるけど、まあ途中でも言ったように、みんなの存在というか、見てくれてるね、見てくれて、まあコメントとかさなくても、例えば評価もそんな自分多い方じゃないけどさ、高評価も低評価もそんな、ね、押してもらう方じゃないけど、でもやっぱり再生回数っていうのが一個数字として基準になるから、見てもらえてるんだって。もちろんピッてクリックして、なんだこれって言ってすぐ切っちゃう人もいるでしょうけど、たくさんね。でも少なからず役に立ってるんだなっていうのを、やっぱりみんなに実感させてもらってここまでやってきたし、
うん、きっとこれからもそうだと思う。みんなに支えられて続けていくんだと思うんだけど、だからこそなんだろうな、うん、もっともっとこう自分のねチャンネルでこのところで勉強してよかった、使ってよかったって思ってもらえるように、そして今ねまだ使って、まあ、知らない子たちが、あ、こうなった、やや、なんだろう、知って役立ちましたみたいな言ってもらえるように、うん、とにかく妥協せずにね、これからも一本一本を取って頑張っていきますので、今後もねぜひどうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございます。もうね、ありがとうはね言っても言ってもキリがないんだけど言い尽くせないんだよね。でも本当にねありがとう、うん、みんなのおかげでねこうやって続けてこれました。はい、長くなるからやめようかこれね多分ねすげえ話したくなるんだけど、いっぱい話したいんだけどさ、でもひとまず継続するっていうのは、うん、何かが見えてくるから、ぜひねみんなもこう継続したり頑張りたいって思ったもの、最初はうまくいかないことたくさんあるけど、ぜひね長い期間続けて、で続けながら変化させて、なんだろう、みんなが目指すものにぜひね近づいてってください。では今回はハイチのダラダラジオ第195回この5年間を振り返るというテーマで喋らせてもらいました。今回もねここまでご視聴いただきありがとうございました。で多分、その6月1日にはね、そう改めて、まあ、ちょっと短い、こんな話さないけどありがとうっていう気持ちの動画を撮ると思うんですけど、まあ、ひとまず今回こんな感じで、で次回は6月1発目なので、まあ、6月のポイントというかその辺を、まあ、喋ろうかなと思ってます。もちろんなんだろう、相談メールいっぱいもらってるんでね、それで優先で撮りたいものがあればそっちになるかもしれないんですけど、もしよかったら次回の方もぜひ聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。